い、こんにちは。日本改革党くつざわです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。10年ほどあの Mac mini 使ってたんですけれども、5万くらいで買ったブラウザーのアップデートが終了しまして、表示されないあのホームページが増えてきたため、泣く泣く最新の Mac mini に変えました。8万4000だったかな。乗り換えであの10年も経ってるとですね、ほとんどのアプリが使えなくなってまして、私ゆうべは死ぬ思いでした。今日もですね、あのこの記事のテキスト撮ってるのちゃんと撮れてっかなとか、あとあの私のあの動画にこう埋め込むのできっかなっていう不安がいっぱいの状態で撮っております。テレビ番組で石破茂、米国領土に自衛隊基地を作る。林正義、日米同盟の辺無制はどうすんの。アメリカが攻められたら自衛隊は戦うの。茂木、今補足協定の運用でやってるし、そもそも地位協定変えりゃいいでしょう。上川、そもそもそんなことできない。フルボッコになっておりました。世論です。こんなのが元防衛大臣とは。防衛通じゃなかったのかよ。作る意味全くないだろうって。アメリカ領土に基地作らせてください。アメリカふざけんな。こうなるに決まってるよね。いくら同盟国だっつったってさ、ね、100% あの信用しねえよ。日本に米軍基地があるのは敗戦したが負けた側だからね。そこで一部取られちゃったって考えるのは、ようなもんでね。日米同盟の辺無制っていうのはですね、アメリカは日本領土を守るため日本に基地を置いて戦うが、というか沖縄が攻められたら、沖縄米軍も、戦うでしょ。だけれどもアメリカから押し付けられた9条があるせいで、日本はですねアメリカ領土を守るために遠征しない。例えばロスを中国に攻められたとしても、それを守るために出張っていかないと。アメリカは軍事力に自信ありますから、まあアメリカを攻める国もないと思うんですけれども、自衛隊が守るためにアメリカ本土に出張ってきたら、むしろ不安に感じんじゃね。んな 100% 信用できないじゃん、同盟国です。石破をフルボッコした林、茂木、上川は外務大臣経験者。その辺はまあ理解してんでしょうね。石破はね、防衛大臣時代に何見て何聞いてたんだろうね。外務大臣よりもですね、日米同盟の辺無制を理解してなくちゃダメだろう。やっぱバカだったんですね、この人。なんか小難しいことゆっくり、当たり前のこと言って、結局はね、議論をしなければならないかなんか言って、いつも逃げてんじゃん、この人。何も考えてないんじゃん、実は。9月23日、小泉進次郎。自分が日本の出る杭になって、長年の課題に決着をつける、世論です。もう黙ってたら。総理が杭になってどうすんだよ。出る杭のつもりなのがダメすぎる。出る杭ってのは抜きんでて優秀な人のことだぞ。出る杭でテレビに叩かれてるのは高市さん。こいつの出る杭は危険だ。頭がもげるほど打っておかねば。出てんじゃなくて浮いてんだよ、お前は。頭の悪さだけは突出している。もっと面白いこと喋ってよ。ほんとこの人って中身のない言葉が好きだね。自分をよく見せたいという欲求が非常に強いようだね。成功してないけど、こいつの杭に国民がつまずいてこけると出る杭が打たれるのは出方に問題があるからではないかな。それに優秀じゃないと出る杭になれないのではないのかな。優秀で、優秀なんで左翼とテレビ新聞に総攻撃されてるのが高市さんですね。それと共同通信にストーカーされ上げ足取りを365日間やられてるのが杉田水脈さんですね。これ泉の人気が急落したのはですね、解雇しやすくだの、年金80歳からだの、貧乏人は水道水を飲めのせいであって、優秀で出る杭になったからではないですね。最近叩かれて自分が出る杭になった気がおぼろげにしたんですかね。総裁選終了もですね、もっとですね、歴史に残るような面白いことを言ってもらいたいなって思っております。NHK 国際放送で尼閣諸島は中国領土、慰安婦を忘れるな、など放送テロ発生、国際担当
国際放送の担当理事だった曽畑健治が9月10日に辞任したが、これ責任とって辞任、1週間後に NHK メディア総局のエグゼクティブプロデューサーとして再雇用されていた、まあ要するにあの偽装辞任だったと。 NHK 幹部、海外にいた知見を生かしてほしいということなどと説明しているそうであります。世論です。許せん、懲戒免職じゃないの、事情能力ゼロ、配置がえ、リフレッシュ休暇1週間付き、日本から奪った受信料で中国のプロパガンダをします。一度腐ったらもう元には戻らない、法律に守られたダメな組織の典型、国民を徹底的に舐めている、絵に描いたような腐った組織、この問題の深刻さをあんまり理解してないよね、つまり NHK として何ら問題はなかったが、他人の目をごまかすために形だけ辞任ってことにしたと、まあ総務省に怒られましたからね、誰かの首は飛ばさないといけなかったのかな。誠意のかけらも感じることができない NHK なので少しも驚きではないんですけれども、NHK 職員のゴール、 NHK 理事は、11人、この11人が NHK に君臨しております。理事プラス会長12人 VS 外部から来ている委員12人の戦いが NHK 経営委員会、ここで理事側がですね、うまく委員たちを騙して自分たちのやり方とやりたいことを通せたら理事側の勝ちね、委員たちがあの理事のごまかしや悪意を見破れれば委員側の勝ちと、報酬、理事の報酬11人、年額2060万円、2年間の任期勤め上げると退職金は1153万円もらえて、2年で5273万円ゲットだぜ。任期はあの2年までですからね、あの理事辞任してもそんなに痛くないんだよね、これがあの残りあの20年も勤められる人が辞任って言うと痛いけど、辞めた理事もですね、任期は来年4月までとかだったら、痛くないんじゃないの。 NHK メディア総局のエグゼクティブプロデューサーがいくらもらえるかは知らんけど、理事より少し落ちるぐらいはもらえそうですね、皆さんあのテレビ捨てて NHK 解約しましょう。全然困りません、むしろ精神が安定します。テレビって結局ね、あの物買わせるためにあの物欲煽る装置だしね、サンモニーレギュラーの自称ジャーナリスト青木治、日本人は劣等民族わっはっはといったことについて、劉邦正峰、TBS 社長、我々が放送する番組以外の発言だ、それに関してのコメントをこの場で申し上げるのは控えたい、他の番組の発言で真意を図りかねる、現段階でそれをもって起用し続けるかどうか判断するのは早急だと考えている。劉邦って随分変わった名ですけど、中国人ですかね。世論です。真意も何もそのままの意味ちゃうんけ、番組内なら問題なのは分かってんだな、社長にはネットの声が届くようになったんだな、これまで過去の発言論ってキャンセルカルチャーしてなかった、差別発言者をまた出演させんの、そういう発言をする人物を番組で使うかどうかという問題。じゃあフワちゃんはどうして仕事なくなった、フワちゃんツイッターでつぶやいただけで全番組降ろされたのに、まあそういう曲だよね、意外でもなんでもないと。真意も何も青木が日本人じゃなくて日本人を憎んでる以外の意味なんかねえだろって。劉邦って姓が気になったんで調べてみたらですね、薩摩発祥、全国に30人しかいない激レア名字でした、中国人を疑ってすまんかった、結局は日本人相手ならどんなヘイトも、TBS では許されるってことでしょうね。TBS があの今後良くなる可能性はゼロですんで、やっぱり皆さんあのテレビ捨てましょう。法務省幹部、川口のクルド人の事態はほとんど経済移民、難民条約が対象とする人たちとは思われません。難民申請をしたクルド人の 2,3 割が1年以内に自主的に帰国している。出稼ぎの目標額が達成できたか、あるいは意外と稼げないということが分かったのか、どちらかでしょう。自分の意思で自由自在に帰国できるのは難民であるはずないっすよね。世論です。そんなの前から言われてただろう。そうだ、難民しようと思いつくとすぐ日本行きの飛行機に飛び乗ったのであった。そもそも飛行機代払って堂々と出国手続きとって日本に来れる時点で難民じゃないだろう。何度も来れるぐらい裕福なのにね。裕福だから出国できるし楽々入国もできるんだぞ。入国させんな、そもそもトルコのビザなし、もうやめろ。
トルコ政府からパスポートもらえて飛行機代出せて日本に来られる外国人は難民じゃないからね、日本国内での難民申請受付やめろ、陸続きの国じゃねえんだからさ、外国にある日本大使館や日本領事館に血だらけで転がり込んできたようなんだけ、しぶしぶ話聞いてやる、もちろんね、話聞いた結果放り出すのもありですけどね、もしくは難民申請2回までってなってんだから審査期間短縮しろ、今みたいに2年もかけてんじゃねえよって、2日で済ませる、2日で、不信任案可決された斉藤元彦兵庫知事、親類から絶縁されてました。祖父の邸宅をおじおばに無断で売却し選挙資金に当てたんって世論です。ひでえ、そりゃさすがに怒るわ。これが事実なら人間のクズやん、親族からも嫌われてますやん、サイコパスの見本だもんね。親族ぐらいは味方と思ったらそうでもなかった、ひどすぎて笑ってしまう。斉藤さんなら不思議でもなんでもない、人格破綻者の見本のような、邸宅の所有権は死亡した父親から元彦に移ってたんですけど、父の兄弟のおじおばが兄弟の遺産に私たちにも口を出す権利があるっていうのはまあわかりますね。多分絶縁の理由はこれだけじゃないんでしょうけどね。人を傷つけるような結構な失言も多数だったんじゃないでしょうかね。あとはおねだり、おねだり元彦ちょっとおかしいから会わない方が、こういう判断だったんじゃないのかな、その斉藤知事、先ほど記者会見し失職を選択したと発表、次の県知事選挙に立候補するそうです、当選すると思ってんならすごいな。世論です。イエーイ、維新信者おる、辞職と失職では扱いがどう変わんの、自分に落ち度はないから辞職しないって考えかな、選挙に勝てると思っとるんか、選挙運動始めてて草、自分語り始めやがったぞ、頑張れ斉藤、正義に負けるなと、10日以内で、何もしないと自動失職するみたいなんですけども、不信任案成立してね、これだけサイコパスが知り渡ってって当選すると思ってるところがすごいな。さすが斉藤、最後まで我々をうならせてくれますね、斉藤劇場まだまだ続きそうだな。今日の単身です。今年の経済成長はマイナス 0.1%、 G7 で最下位で唯一のマイナスとなる見通しだそうであります。計算はドル換算だそうで、去年より円が安いことも少し影響ありそうだな、毎年毎年人口が 1% 減少中なんで、人口が減ると需要も減るから実質 1% の経済成長があって相殺されてんですかね、なんだかわかんないですけど、円安のせいと人口減少のせいと、人口減り続けんだから、これ円の為替が固定だとして横ばいだとすると、まあまあ頑張ってる方じゃねえのかな、思います。ブランド総合研究所調査、日本人の幸福度が2年連続で減少、一番幸福でないと感じているのは40代、40代っていうと結婚してる人なら教育費に頭を悩ましてる時期ですかね、そろそろ家をと考える時期かもしれないですね、あと結婚してない人だと、俺ってもう結婚できないのかな、悩む時期ですかね、女性だとまあチヤホヤされなくなって若い頃みたいには、わがまま通んなくなってきたなみたいな、実質税負担率 47% で稼いでも稼いでも税金と保険と年金で取られちゃうから閉塞感すごいですね、別な世界に行きたいって異世界ものが大人気なのもこの閉塞感のせいですよね、全国の空き家が900万戸に達し過去最多、住宅地ばっかりじゃなくてですね、都内でも何年閉まってんだろうっていう空き店舗よく見ますね、潰れた町中華とか潰れた寿司屋とか、人口減れば家の需要も減るししゃあないですね、障害未婚率も男性 30% だし途絶える家計も増えるのでは、だから今後はお寺もやっていけなくなっちゃうんじゃないのかな、思うんですけどね、だって家が檀家料を払ってくれる檀家さん、減ってくんだからさ、靴沢は全国に約900人いますが、10年後どうなってることやら、少なくともですね、私は娘と息子いんですけど、どっちも靴沢ではなくなってる、離婚とともに、元妻のせいになっちゃったんで、つまり靴沢私の代は途絶えてますね、これね。あ、やばいな。靴沢900人。
減っていく、減っていくんだろうなこれな。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。